チのピンチの連続。そんな時ウルトラマンが欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ勇気の光。惚れるなよ、キャラクな願い、最後の力が晴れるまでここから一歩も下がらない。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで踏ん張って、味方なんでしょうか。すごい、タバさん、奇跡が起こりますよ。ウルトラマンホームインじゃん。
のウルトラマンが負けた。立て、立ち上がれガム。田畑さん、もう映さないで。え、映すなってと。どんなことでも全てを報道する、それが俺たちの使命。やめて。リム、藤宮くん、ウルトラマン人間、どういうことなんだ。It's incredible. ウルトラマン vivant. 假面超人变成人了。ガム。ガムが。バカな。そんなバカな。見て、ちゃんと見て。あれはガムよ。これまでずっと私たちにも黙って。あの子。俺、なんていう名がしまったんだ。リンブ、全てを正しく報道する、それが俺ら。リンブ、伏せろ。ガム、逃げて。藤宮くん、ファイター EX だ。パイロットはいるはずがない。ハルだよ。ガムの作った人工知能は。今だ。スティンガー前進。了解。スティンガー前進します。スインガム助けるぞ。オール、グレネードミサイル発射。ただの人間だった。神様じゃなかった。ただの人間に地球が救えるはずだよ。 Oh my god. He's a man. ガム、 It's not the end. あの天使みたいな奴は俺たちを倒すためだけに生まれない。最終兵器が天使とは、奴ら神を気取っているつもりらしい。しかし俺たちは勝てなかった。負けてない。僕はまだ光が。うわあ、ここは。お、気がついたな。結構元気そうじゃん。僕はなんでここに。佐藤がさ、助けるんだっていきなり飛び出して。テレビしかダメなのに、こんなのばっか。アルケミスターズのネットにも繋がらない。ところで藤宮は。まずい、ここバレた。魔女狩りのつもりかよ。恐怖心、もしくは歪んだ正義感。
んなことよりここから逃げよう。あ、ダメ。そうだな。サミ、おい、早く。狙いは僕だ。みんな違う方へ逃げて。この中来たら一緒だって。ガム、上着を貸せ。え、高山さん、よし、行くぞ。長さ、行くぞ。こっちこっち乗って。最高の展開だぜ。早く、ガム、みんなも。俺たちは大丈夫だよ。なんて言ったって俺たちウルトラマンの親友だぜ。あま、早く行け。俺メガネ、ガム、平和よろしく。太陽光が遮断され、地球上の生物に様々な影響が出始めています。人類最後の希望ウルトラマンが消えてしまった今、我々人類にできることはあるのでしょうか。地球は破滅将来体に屈してしまうのでしょうか。ガードは武装を解き、市民の命を一人でも救うことに先進する最終プログラムに入る。それは各国ガードの統一された結論ですか。太陽光が遮られ、気温も徐々に下がり、酸素濃度も減少の傾向にある。最終プログラム以外にどんな道がある。敵に命乞いをするんですね。相手は知性ある地球外生命とみなすべきです。交渉することは不可能ではないでしょう、コマンダー。よろしいですね。シグモ武装を解いてもらう。お断りする。破滅将来体が閉ざしたのは太陽の光だけではありません。人の心です。なぜ敵がテレビ回線だけを残したのか。ウルトラマンの敗北を見せつけられれば、もはや人類は絶望するしかない。そういう情報操作で世界を闇に包み込むためです。我々にはまだ戦う力が残っています。いや、戦う意志を、戦う誇りを持っています。シグはガードの指揮から離れるというのかね。それは造反だ。我々が守るのはガードという組織ではありません。地球の人々です。俺そういうつもりじゃなかったっていうか。リンブ、お前が悪いんじゃないよ。ディレクターである俺が止めなかった俺の責任だ。高山君。いえ、みんな自分のすべき当たり前のことをした。そうでしょ。そうだよね。あの藤宮は、あの時の爆発で二人は吹き飛ばされて。俺たちも探したんだけど。地球を窒息させ、生態系も何もかも根絶やしか。僕たちは破滅するために生まれたんじゃない、絶望するために生まれたんじゃない。僕を連れてってください、藤宮のところへ。心当たりがあるんです。自分は前にある人物に問われたことがあります。どんなに先端の科学であっても、我々の組織や装備は元来人と人とが争う戦争のために作られたもの。その我々に地球を守る資格があるのかと。何と答えた。答えられませんでした。答えはこれから出すものじゃないのかな。藤宮とかいう若者が言っていたらしいが、確かに我々人類はこの地球を大事にせずに生きてきた。その人類に
地球は生きる光を与えてくれた。現在乱橋技師長を中心に作業を急いでいます。まだなんですか？いつになったら出撃できる？ちょっとどいて。なんで君たち？通信全部ダメになってるから。私たち失業中なんです。でも諦めたわけじゃないよ。俺たちだってだから早く出たいんだって。出撃したところで空の稲子どもを全部蹴散らすことなんぞできまい。せいぜいあとは自分が格好つけて死ねればいい。そう考えてやしないか？違います。俺たちはそんなつもりで。稲子の一部でも破ることができれば戦略をつかむことができます。自分たちはそのためにと。ランバスチーフのパイタ絶対に落としません。落とされてたまるか。諦めてないのはな、あんたたちパイロットだけじゃないんだ。おい、はいはい、忘れていたわけじゃない。ファイター一機飛ばすのにどれだけ大勢の人が働いていたのかを。すいません、自分たちの焦る気持ちを抑えることができずに。あと4時間待ってくれ。最高の飛行機に乗せてやる。そうだな。はい、はい、ガム、みんな頑張ってるよ。地球から怪獣なんか出なくてもいいじゃんよ。俺が破滅なのか？違う。稲子に向かってマグマを、地球の力をぶつけている。 What are they doing here? やつらは立ち上がった。自分の生まれた星を守るために。地球の叫びだ。将来体と戦っている。怪獣の体内で核融合反応が。地球の怪獣の中には太陽があるの。ガード陸戦部隊に出動命令。何のための出動だ？地球で共に生きる者のため、対空防衛網で怪獣を支援する。 Yes sir。
怪獣、私たちが戦ってきた怪獣たちが、こんな時に何もできないなんて、僕はウルトラマンになりなきゃ価値もない人間だったのか。高山君、藤宮、そうだ、この先に向かってください。お前だ。おい高山君、この先に何があるんだ。プロローンカラモス。究極のクライマックス、地球は再び光を取り戻すことができるのか。来たぞ藤宮。ガム、次回ウルトラマンガイア最終回、地球はウルトラマンの星、ミッションネームはガイア。